こんにちは、ノアです。今回なんですけど、ずっと使ってみたかったこれとこれ、はい、モナカ&シリアル悟空の、ね、組み合わせで行ってみたいと思います。いやー、これはね、めちゃくちゃ楽しそうな、組み合わせになってて、奇跡を起こせ孫悟空ね、こちらの効果が1ラウンド目ね、KO されても復活しますよっていうね、はい、まあ自動復活の効果持ってるんですけど、まあ、モナカはね、ご察しの通り、まあ、HP が減れば減るほど強くなります。で、バーダックもね、ダメージを受けた分返せます。で、こちらのね、モエロヒーローと戦闘力制限を用いたで、ピッコロ CPG トランクス青年期というデッキになってます。はい、こんな感じのデッキ、まあね、これリクエストデッキをちょっと、まあ、オマージュしたね、感じの編成になるんですけど、まあ自分だったらこう使うっていう感じのね、やつで、闇の襲来アプリ使います。自分チームのサポーター分エナジーがアップするというね、これが今めちゃくちゃに強い。じゃあ取り方に関しては、まあ、以前の動画でね、多分解説していると思いますので、そちらのね、取り方、ぜひご覧ください。めちゃくちゃ簡単に取れる上にほぼ 100% ね、勝つことができて、まあほぼほぼノーチャでいけますよっていう感じの、はい、デッキで、ね、使うお金がまあ大体200円かな。まあそこのステージ超ボス倒してからゴッドボスになるから、まあ200円はね必要になるんですけど、200円でこの性能のアプリが取れるんだったらかなりお得なのかなと、思ってます。はい、いるね、ピッコロ。そう、あのピッコロがね、今めちゃめちゃ流行っててエナジーを貯めさせないっていう効果なんだけど、まさかまさかのね、このエナジーアップアプリがピッコロを貫通するんですよ。要はアビリティでエナジー増やしてるわけでもないし、戦闘力で増やしてるわけでもないから、アプリでのエナジーアップってこれ貫通するので、エナジーがね、これ例えばサポーター7人置いたら7個貯まるんですよね。はい、これがうまくできてるというね、まあそういった理由で値段が上がってるのかなって。あ、値段ちゃうなんでアプリに値段があるねんってね、まあ人気が上がってるのかなっていうイメージです。対する相手のデッキが、まあかなりきつそうな感じだね。うん、50トチル抜いて、はい、来た。まあ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 、1ラウンド目はね、絶対にこれがあるから死なない。いいね、シリアル悟空のこの使い方マジで天才的だよな。まさかじゃない、ここに来てさ、ね、この鑑賞用と言われていたシリアル回線がね、強い強いっていうのはもう、うん、すごいね。やっぱ思い入れもあるからこのカードって、いや、めっちゃ嬉しいです。相手のデッキ的に、まあ、火力相当出ると思うんだけど、自分が懸念してるのが、全下げ、まあ、絶対ないとは思うけどね。ちなみにこれ、お互いが全下げした場合って、何もなくラウンドが経過するんだけど、ね、まあまあ、まあ、さすがにそれはないかな。とりあえずバーダックにバフをかけて終了でいいんじゃないかなと、思ってるんですが、はい、まあまあいいでしょこれ でサポーター6人いるから、まあ、エナジープラス6じゃん。でここからさらに、奇跡を起こせ孫悟空じゃない、これか、モエロヒーローで次のラウンドエナジーが上がるので、ね、復活ユニットね、モナカの復活ユニットが使えるようになる。で他にもユニット技いっぱいあって、戦闘力制限も2つあるし、はい、ほらね、エナジー上がったでしょ。あとはまあエナジーガードもあるし、今回絶対にね、ピッコロは入れるしかなかったんで、これ入れてるんですけど、はい、ピッコロの支援、まあ、入れた理由としては、そうですね、基本的にその調査ってピッコロ入れちゃうと、相手が1ラウンドの火力、あんま出してこなくなっちゃうから、でそうするとデッキ的に相性悪いから、なんかいいピッコロさんいないかなって探してたんだけど、適当なものが見つからなかったんで、これにしてるっていう、そんな感じです。まあ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 、弱くはないよね、でもこれ。弱くはないと。ただ環境で合わせるんだったら、まあ、ワンチャンここの枠を奇襲の一手のピッコロにすると、ね、闇の襲来アプリ対策ができていいのかなっていう気がしてます。あとなんだろうね、まあ、闇の襲来アプリがやっぱエナジーをサポーター分アップさせるっていう効果だから、あ、これ食らっていいんだよね。いや、ワンチャンあれでもいいかも。暗黒王ドミグラの、ね、アルティメットレア、こうやってるやつ分かりづらいけど、こうやってるやつ、あいつエナジーをサポーター分破壊だから、あれ使ったらまあ手っ取り早いですね。まあでもね、そんな一個のアプリに対してね、ゴリゴリに対策しても、ね、あれなんで、まあそんな深くは考えなくていいです。さあ、これどんぐらい食らうかな。
バーナックがガード1にダメージ2倍、さらにはご飯でパワー全員6000アップ、5万ぐらい食らってみたよ。おい、3万ダメージきたー、強い。シリアル最高、シリアル最高。さあ、ここ親子の力を見せつけて、いいね、体力2000で復活するんだ。これシリアル悟空でさ、ワンラウンド復活したことあんまないから知らなかったんだけど、これ、あ、2000復活なんだね。いいよいいよ、ここもきっちりダメージ与えられるし、まあ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 防がれても、ほら強い、6000ダメージで、そう回復しちゃうのよここが若干ね相性悪い、モナカと相性が若干悪いけど、さあ相手のアプリ、ジングル村大会優勝アプリはやめてほしい。エナジーマイナス2のアプリ使われちゃうとちょっとねエナジーが減っちゃうのでやっていただきたいんですが、さあ早いということは、あーどっちだろう、無難に7000制限でいいんだよ、7000でいい、7000、よし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 、全然いい全然いい、きたー、強すぎマジこれ。あ、今回テイクマンでいくかも、はい来た。でこれがモナカの復活チャンス、発動の、まあ、復活率ですね普通ので、これを使います。でこうすることによって、まあ、ダブル復活がね可能になるんですよこれ、はい、また復活します。でモナカ強くなったじゃん。でバラッカもダメージで3万受けたから、まあ、当てるだけで3万固定は確定なんですよ。だからまあワンパン当てれば勝ちっていう状況なんだけど、バイバイがいるからね、まあ多分覚醒サイヤバーストはさせてくれないと、まあ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 、ここも別に1枚出しでいいんだよな。あ、でも1枚出しする意味もあんまないか。ちなみにここのラウンドで大事なのが、ユニットのメンバーね、ユニットメンバーだけ一応、まあ、亀裂から守るっていう、まあ、次何を使いたいかにもよるんだけど、こうやって戦闘力制限とか使いたかったらね、まあ、例えば今回ないけど暗黒シェンロンとかいるとこれね亀裂したりすると厄介だから、まあその対策で一応ユニットメンバーをこうやって守るっていうのも大事なんですけど、今回はもう多分必殺技食らって復活だからあんま関係ないね。じゃあもうモナカも出しちゃおう、なんならシリアルも出したいな、いやなんならトランクスも出したいね。これピッコロがアタッカーにすると敵アタッカーかける1000パワーとガードがアップするっていう効果があって、まあ、相手が7枚出しだったら7000パワーガードが上がるんで、これなかなか強いですよね。新たなる伝説、いいね、君臨ベジータマジ強いな。それこのさ、まあ、デッキのレートがね、まあ、シリアル入ってるだけで、まあ、4万5000円ぐらい上がっちゃうんだけど、まあ、低レートで行くならこれはめちゃくちゃありです。これめちゃくちゃあり。このデッキさ、あの大妖枠があんまなくて、ここの悟空もちょっとこれじゃないとダメな理由があってさ、あのフリーザー復活じゃないや、今回のキャンペーンのフリーザーにするとね、あいつ復活だけど悟空入れらんないじゃん。でそうなると燃えるヒーローとか入れらんなくなっちゃって相性悪いから、やっぱりこのデッキね組むんだったらやっぱもうシリアル&モナカがまあ、ド安定なんで、そうですね、できればシリアルを持ってる方、ね、鑑賞用とかでね、UGM の1番とかからザ持ってたりとか、オリパーで当てた方はぜひ、使ってみましょう。マジで強いです。あとあれかな、カメハメハもあるしね。そう。普通に今のね、環境だったら性能的にめっちゃいい。超タイムブレイクされてしまった。はい、超タイムブレイクされました。これはどっちだ、トランクスに飛んできてるな、多分トランクス、あーまあまあいい、全然いい。敵がエリート連携パーフェクトを決めて食らって、ね、トランクスが多分これ当たってるんだよね。でこれがさっき言ってたやつで、例えば悟空にこれ当たっちゃうと、これがね必殺だから悟空に当たっちゃうと巻き添え気絶、トランクスが寝ちゃうの、ね、でそうなっちゃうとユニットが次で組めないんですよ。だから自力の戦闘力で先行取るしかないんですが、今回は運よくねトランクスに当たってるんで、これは何にも問題ないです。はい、これね復活のやっぱいいところがね、気力がこう回復した状態で復活するから、まあ2本ね気力がある状態になる。
で死にました。はい、7万ダメージだって。これでバーダックも仕上がったんじゃない、ね、次のラウンドでもうバーダックの固定が、1ラウンドと2ラウンド目合わせて、まあ、10万固定、ね、もう、ね、何言ってるか分かんないと思うけど10万固定という、恐ろしいね、ダメージ量上がってますので、はい、ここは防がれたところで、まあ、次戦闘力制限で先行行ってからのそこで決めましょう。なかなかこれね、あのモナカもめちゃくちゃ強いんで、正直バーダックで覚醒サイヤやってもいいんだけど、あのモナカのスターブレイクがこれやばくて、こいつね倍率スターブレイク乗るんで、やっぱそこも火力がすごい出るから、モナカね、まあ、ワンパンマジで剣に行ける火力持ってます、こいつも。はい、いいんじゃない、あ相手うまいね。さあ、これはシリアルの技も見れてめちゃくちゃいいね、これすごいかっこいいの、はい、じゃあちょっと頑張ります。これめっちゃかっこいいマジ、サムレイル確定だな。さあこれただのねカメハメハじゃないんですよね、この技名は同じだけど、係数もね体感結構高いです、このさっきのカメハメハと、あと今のスラッシュとでほらこれモナカでさダメージめっちゃ上がってるから負けてもいいけど、あこれいったかな、あごめん勝ったかも、いけ、うわやばやば、いやこのガードとパワー1000の上からさ、うわちょっとギリギリいかないかもね、これはすごいわ、このデッキやばいわ、はい、1万4000ダメージだって、パワー1000の、ね、ガードも乗っかっててどういうこと、はい、また回復するっていうねこのさ回復がちょっといらないんですよ、ぶっちゃけモナカと模様ヒーローと相性悪いからこれがね、まあいらないんですけど、まあ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 、まあ、勝てれば問題なしと。じゃあここはベジータの戦闘力制限いきます。いいよねこの 見栄えもいいよね、このので最後はあのバーダックに決めてほしいから、やばいよモナカも連続だからね、これもう相手もこれちょっと守るカードないよね、だってやばすぎじゃないいや今日で初めてこの1ラウンドの闇の襲来アプリデッキ使ってみたけど、これはね対策がないとマジで何もできない、だって相手のデッキもめちゃめちゃ環境デッキですごい強いんですよ、なんだけどこうなすすべもないみたいな状況じゃ今で、ここで覚醒サイヤーバーストができるんで、そうですね、まあミラクルは多分相当これ上がってるし、多分自分の予想最初の殴りだけで体力ゼロになると思うんだよね、あーなるほどね、パワーを打ちにすると98000 28000って何、戦闘力制限いらなかったまあまあまあ戦闘力でねこう先行取れないときはまあこのね、ミート技、ありますと。正直これそうだな、ベジータ違うあれでもいいかも、ワンチャンここはね、まあ、ピッコロあたりを、さっき言った奇襲の一手のピッコロにねここ変えてやれば、多分もっともっとこのデッキは強くなると思います。強すぎ、今まで抜けたダメージ分っていうね、チルトに当たれ、チルト、あーベジットかこれの火力はそうでもないんだけど、そうこれ被弾のダメージ、これ最初全然出ないんだけど、ほら87ダメージとか言ってこれさ
あ、これちょっと納茶していいかな。ちょっと、ナメプって思われたら申し訳ないですけど、納茶させていただきます。バーサーカーで決めさせてください。あー、ダメか。幼いんだったらいいや。幼いなら押す。はい、ということで、これはもう、これはもう勝ち確定ですね。はい、体力ゼロで。まあ、例えば相手のアプリがじゃあウルトラゴッドアプリだったとして、しても、ね、まあ、余裕でこう削り切っていたという、ね、感じで、何が辛いかな、このデッキ。あ、まあ、アイオスが来たらきつい。はい、アイオス来たらちょっときついですね。復活が結局強みみたいな感じだから、はい、うおー、やば、2万5000ナミ。はい、ということで、ちょっと最後だけね、おもちゃ申し訳ありませんでした。ちょっとね、動画の、まあ、見栄えとかをね、気にしたときに、まあ、結構ここは押さないで、次のチャージインパクトで、まあ、決めた方がいいなっていうときは、あの、ボタン押さないときあるので、まあ、そういうときはね、ちょっと、ああ、動画のあれで、ね、気を使ってるのかなって思っていただけると、嬉しいです。はい。はい、ちょっとね、このデッキでめちゃくちゃ刺さりそうなデッキ来たんで回してます。ちょっとワンキルチックなというか、まあ、最近流行りのシャロットワンキル、でも2ラウンドもいけちゃうよっていう感じの編成が来まして、まあ、バーダック、右のバーダックがちょっと珍しいけど、まあ、とりあえずさっきと同じさばきでいいかな。送信するスタンプを選ぼう。こういうデッキに対してね、強いんですよ、このデッキ。ベジータ GT が、まあ、あのプレ版のプラスエネルギーの転換だと思うんでね、まあ、完全に火力に関してはもうすごいんですけど、ただしこのデッキ、ね、自分のデッキはもう相手の火力が高ければ高いほど、ね、有利という、ね、デッキになるので、はい、まあ、これやっぱりちょっと読めるか読めないかで相当戦況が変わってくるんですよね。まあ、今回だともうガン刺されとグッドサイトというところで、はい、どんな戦いになるのか、まあ、アプリでね、ひっくり返される可能性とかもあるから、まあ、油断はしないようにね、行きたいところで、はい、見てよ、エナジーもこれで7だからね、この、なんだろう、1ラウンド目で、調査機ピッコロがいなかったら、バーダックで戦闘力上昇でエナジー上がるじゃん。で、エナジー7になって、次のラウンドで最低でもね、奇跡を起こせ孫悟空じゃなくて、また間違えちゃった燃えるヒーローか、これでエナジーが2上がるから9なのよ。つまりエナジーをアプリで2破壊とかされてもユニットが組めちゃうんです。これ対策しようと思ったらさ、完全に復活封じの、まあ、アイオス、もしくはだよ、あ、待って、ちょっと集中していい、これ。あ、いや、食らいます。はい、うん、食らった方がいい。レベルダウンしてしまった。で、本当、そもそも復活を発動させないゴジータ BM とかね、まあ、ラストゴジータ、ラスゴジって呼ばれてる、ビッグマンミッション12弾のね、あいつを使ったりしないと、もうね、止める方法がない。もしくは1ラウンド、復活封印ミサイルという手も、なくはないけど、あれはさ、結局1ラウンド目 その攻撃終了時に発動するから9万ダメージ、ね、攻撃終了時に、ね、発動するってことはこんな風に死んじゃえばわざとやられればミサイルを食らう必要がないつまり復活対策にならないという、相手がまあ出てくれば勝ちだね。出てこなかったらまあちょっときつい。まあ、でもね、やっぱりシャロットとか使ってるとさ、こう見たくなるじゃん、前にね。ここがね、やっぱ心理的な盲点もあって強いと、はい、で、ここで、うん、発動しなくてもいいんだけど奇跡を起こす孫悟空でね、まあ一応ね、回復してラウンド2と。では結構、これさ、普通に戦闘取れるんじゃないかな。はい、まあ7000制限だと思うんだけど、なんか、気力もあんまないし、普通に先行取れる気がする。まあまあまあ、別にね、先行取れなくても復活あるから、なんてことないんだけど、いやー、すごいな、このデッキやばくない、マジ。個人的にね、めちゃめちゃ強いと思う。あー、まあ、何戦制限だよね。まあ、しかない、それしかないと思う、相手で、7000食らいました。で、仮に相手が、じゃあ、乱活引いたとするじゃん。で、乱活したところで3ラウンド目もこっち先行だから、ユニットでね、
それを考えるとマジで最強という。マジで最強。いやー恐ろしいな。恐ろしいな。もう2枚出しでいっか。やばいやばいやばい、マジ止まんねー止まんねー。楽しい、このデッキ楽しいな。モエロイエローもいいね。なんかまあこれがあるからね、成り立ってる感じがするもん。でまあ君臨ベジータも君臨ベジータで強いし、まあこいあーやっぱ先行か、 OK です。あ、じゃあこれはあれ見れんじゃない、バーダックのね、覚醒サイヤーバーストからの9万返しかな、今回で言うと。さあ行ってみよう。はい、9万ダメージアップ。最強、最強すぎ。それは9万ダメージアップか。いやー次元が違うね。うーわもう殴りでこれかい。まだ9万固定入ってないかに言っとくけど、でまあここはミラクルバシバシなんで、はい、多分まあまあ 95% くらい負けないと思う。ガーナックのミラクル超アップはシャリーナナナって言って、時の鍵と合わせると、まあ、時の鍵もねミラクルが2割ぐらい上がってるから、まあ2割3割ぐらい上がってんじゃん。それと掛け算するとね、すさまじいミラクルと、なってます。だってここも倍率がかかってるんで、あーいいねいいね。すごくないもん、なんかこれだけでいっちゃうよ。うわやばっ、ファーストしたかな。うわ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 、いつまでも寝言ふざけんじゃねえ。次は違う、次は違う、これが最高。はい、99,999 ダメージで KO と、いうことですね。はい、今回は最高の動画になったんじゃないかな、これ。はい、まあね、こういう動きもできますと。うん、バーダックでね、受けたダメージ分返すっていうことは、まあ、今みたいに、まあ、1ラウンド目でもうね、大量のダメージを受けて、まあ、2ラウンド目で覚醒サイヤーバーストするだけで勝てるので、まあ、ブロックバーストとかバーダックにされない限りはこれだけでいけちゃいます。仮にブロバイタとしてもね、まあ、他のキャラクターも十分強いんで、これで、うん、十分強いんで、まあ、全部の火力を止めるということはなかなか難しい、はい、おります。ということで本当にご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。